新一です、ポケモンカードの長場優さんとコラボしたプロモカードパックなんですけど、なんかサーチができるらしいんですよね。で、ツイッター情報なんですけど、この方が後ろから光を当てると懐中電灯とかなんかでこうポケモンカードの名前がうっすら分かったっていう感じですね。普通の懐中電灯でできたらしいです。で、こんな感じ。フが見え、フの文字が見えますよね。エーフィーだったらしいんですが、で、僕もちょっと試してみたんですが、結果で言うと全然できませんでした。まあ、この光の加減はこういう感じになるんですけど、文字までは見えなかったですね。何が悪いでしょうか。ちなみにスマホのライトと、このちっちゃいLED の懐中電灯と一番持ってる強力なやつ、光のやつ、アウトドア用の、こういうのでやってみたんですけど、全然できなかったって感じですね。ちょっと試しにもう一回やってみましょうか。多分できないんですけどね。これはちょっとわかんなかったですね。ちょっとスマホのカメラでもやってみましょうか。もしなんか結構難しいらしいですね。だからまだちょっとメルカリとかではパックの値段はそんなに下がってないですね。まあ、できるとしたら下がるはずなんですけどね。今は1パック1500円ぐらいかな。6月2日スマホのちょっとわかんないですね。全然できなかったっていうお知らせでした。